ごきげんよう。感動起爆剤研究者の所長の宮崎文隆です。今日は2023年8月の14日月曜日です。今日はデコボコシリーズをいきたいと思います。デコボコシリーズの第1弾はもしあと1年で人生が終わるとしたらというね、中からお送りしたいと思います。これは今日はナンバー11ですね。今までの人生で一番誇らしいことは何でしょう。11番、今までの人生で一番誇らしいことは何でしょう。あと1年で人生が終わるとしたらという問いかけに対し、多くの人は自分がやってきたこと、自分がこの世に存在した意味などを考えるようになります。もしかしたら大した仕事もしてないし、誇れるものなどないって、今まで生きてきて良いことなんかなかったと思ってしまう人もいるかもしれませんが、そのような結論を下す前に、ご自身の人生をもう一度丁寧に振り返ってみてください。私はこれまでたくさんの患者さんをお見送りしてきました。その中で学んだのは、最初のうちは自分の人生なんてつまらない、自分の人生なんて価値なんてないと言っていた方でも、やがて派手なことはなかったけれど、実はたくさんの人に支えられて生きてきた、それなりに幸せな人生だった、少しは人に喜んでもらうことができたと考えるようになるということ、そして人生を肯定できるようになるようにつれて、心や表情がどんどん穏やかになっていくということです。なるほど。ディグニティセラピーについてはすでにお話ししましたが、私たちは患者さんに質問をするだけでなく、その回答の内容を患者さんから大切な人への手紙という形にまとめます。なるほど。患者さんの人生にいかに価値や意味があったかを患者さんご自身に知っていただくと同時に、患者さんと周りの方の間に、たとえ患者さんがこの世を去っても決して消えることのない絆を作っていただくためです。こうして出来上がった手紙には、患者さんの人生と思いが詰まっています。例えば、金属加工メーカーに勤めていたある男性は、息子さんに向けてひたすら金属と取り組み続けた人生であり、特に華やかなことはなかったけれど、ある設備を工場に導入するプロジェクトに関わり、会社が生産力を上げていくための基礎作りに貢献できたことを誇りに思っている。家族を守り、子どもたちを無事育てることができたことを幸せに思っている。といったメッセージを残されました。また別の男性は奥さんに向けて、何か特別に大きなことを成し遂げたわけではないけれど、愉快な人生だった。病気になったことも含め、決して順風満風な人生ではなかったけれど、目の前の課題を乗り越えて達成感を味わったり、うまくいかないこととどう折り合いをつけていくかを考えたり、面白い人生だったというメッセージを残されています。なお、この方は子供の頃から音楽が好きで、会社員時代にはバンドを組んでいました。病気になってから過去の写真を見直したところ、ライブで常に自分がセンターに立ち格好をつけているのを見て、自分はどっちかといえば臆病な生き方をしてきたと思っていたけれど、本当はこんなに楽しそうに生きていたんだなと改めて思ったそうです。誰の人生にも必ずドラマがあります。自分自身に起きた出来事はあまりにも短すぎるため、人はついつまらないこと、当たり前のことと思ってしまいがちです。しかし、よくよく見てみると、取るに足らない人生や平凡な人生など一つもないのです。世間はどうしても華々しい活躍をした人ばかりに注目します。歴史の教科書に名前が残るのもごく一部の人だけです。
でもそのような人たちの人生と私たち一人一人の人生に価値の違いはありませんし、他人の評価と本人が自分の人生をどのように捉えているか、本人が自分の人生にどれだけ満足しているかは全く関係ありません。もし今、自分の人生に良かったことなどない、自分の人生に価値などないと思っている人は、誇らしいと感じたこと、ささやかでも達成できたことなどをできるだけたくさん思い出してみてください。子どもの頃に作文を褒められたとか、全く料理ができなかったのに始めてみたら楽しくていつの間にかレパートリーが増えていたとか、どんなことでも構いません。自分がやってきたことや自分の人生に価値があると思えること、それこそが明日からの人生を輝かせる上で大事なことなのです。そして最後1ページまとめ、死を前にすると人生の素晴らしさがわかる。最後の時が近づくと多くの人は自分自身や自分の人生を肯定するようになります。自分の人生に良いことなどなかった、自分には価値などないと思っていた人でも、それまでの歩みを振り返り、自分が存在した意味やこの世界の素晴らしさに気づきます。というのがですね、今日11番、今までの人生で一番誇らしいことは何でしょう。誇らしいこと、ありますな、たくさんありますな。誇らしいことを思い出しながらチャンネル登録もよろしくお願いしたいと思います。ごきげんよう。